キチャンネル、ハッピーニューイヤー、イエイ、明けましておめでとうございます。2023年1月1日、はい、午後じゃない、もう正午回りました。はい、はい、もう今ね、ゆく年来る年で彼になってて、はい、あとあれやろ、紅白で蛍の光歌ってんねやろ。あ、そっか、今もう0時ですもんね。そうだよ、もう、そうですね、今もうなったばっかりです。はい、もう、うん、だからね、年が明けました。年が明けて、うん、年が明けたとなると、はい、何するかっていうとですね、はい、佐々木チャンネル、うん、世界で一番早い順位予想。ちょっと待って、あのすごい疑問なんですけど、うん、その年が変わった瞬間に、うん、この佐々木チャンネル見てくれますかね。見てくれるよ、今も見てくれますか。もう今もう紅白見終わったよ、うん、行く年来る年見終わって、で、カウントダウンして、で、多分あの9時から BS1 で90円の見て、はい、里崎出てますと、はい、で、10時からテレビ東京でモノマネのやつ里崎出てますと、モノマネも出るんですか。まあ俺はモノマネしてるわけじゃないよ、はい、出てますと、はい、もうでまた10時、もう全部もう9時からもう俺ジャックしてるから。あ、本当ですか、うん、でもジャニーズのカウントダウンとか見てる人は、うん、ちょっとこう、まあ、またいじゃってるんで、なかなか YouTube とか開かないですよね。いやいや、テレビで見てるから、スマホで YouTube だから。あ、まあ、確かにそうですね、二刀流だよ、もう時代は二刀流だよ。そうですね、うん、もう今、そっか、うん、二刀流ですね。しかも、こう今見てる人たちは待ってんだから。そうですね、うん、世界で一番早い順位予想、確かに。もうこれ何年目かって言ったらもう結構やってますもんね。そうそうそう、だって何て言ってもよ、うん、俺、はい、去年日刊スポーツの中で3位だったから、ね、順位予想。何が3位なんですか。日刊スポーツの評論家の中で、はい、その順位予想を数値化して、うん、だから1個ずれたらマイナス1、はい、うん、で4個ずれたらマイナス4という感じで、はい、どれだけ誤差があるかで、その誤差が少ない中の俺3位だったの。日刊スポーツ3位なんですか。そう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 、1位と2位は小笠さんが1位だったかな、はい、10だって、はい、マイナスが、うん、もう忘れちゃったけど、はい、3位だったんですね。そう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 、うん、だって何て言っても俺、はい、去年、うん、セ・リーグ6分の4当ててるから。おー、そんな当てました。1位ヤクルト、はい、ね、3位阪神、はい、5位広島、6位中日だったから。あ、じゃあ巨人と DeNA と巨人が2位と4位でギャップでしただけで、惜しかったですね、うん、だって袴田さんなんて全外しじゃん、はい、全外し全外し、やばい、まあ、順位予想までそんなもんですよ、全外し、はい、でパ・リーグはね、はい、俺6分の1当ててる、うん、はい、日本ハムの最下位だけ当ててるちゃんと。で袴田さんはあれ私2つ、いや1だよ。あ、1か、日本ハムだけ、日本ハムだけか、うん、あって、だから袴田さんは12分の1去年、はい、俺は去年12分の5、うん、まあ順位予想ってそんなもんじゃないですか。いやいや、それはもう1年間やってんだからきっちり当てていかないと、はい、でも俺今年はね、はい、当てれる自信ある。当てられます。うん、俺ので、今年からは、はい、2人袴田さんが当てれなさすぎっていうのもあるんで、はい、であとなんかドラフト、うん、でいい気になってるやつがいるのよ。すごい。そうですね、うんうん、そのいい気になってる先生も、はい、俺も参加させろと、はい、俺もプロの目線あんねんぞと、はい、で生きになってきてんねん。順位を当てられるぞと、うん、今までじゃないですか、もう毎試合里崎チャンネルの総チェックを撮影から一緒に聞いてるので、うん、もう分かってるんですよ状況も。なので僕も当てれる自信あるんです。そうなんです、全部追いかけてるから。でも去年だってなんかコメント欄だけで順位予想してて、お前そんなわけないやろってめっちゃ叩かれてたよ、コメント欄で。え、本当そんなの読みました。うん、なんかね、世の中も僕の当たり強いんですよ。強い。強いんですよ。そんなことない。最近やっぱいいねの1位当ててから、ああちょっと評価がうなぎ登りになってんちゃう、ドラフトで。いや、そうなんですよ。だから岡上君とかも、うん、わ、先生の目すごいみたいな。線がね、うん、メジャーすごいお金になったじゃないですか。岡上君もなるっすからね、育成から。ああなる。はい、ああなるんですよ。そんな皆さんに僕からもね、ちょっとご報告が、新年早々あるんですよ。ご報告、はい、結婚か、結婚。2023年。結婚 ?1 億円を稼ぎたいと集合です。どうぞ、この本がありました。あ、これです。あまだ発売してまだ1ヶ月です、はい、ですはい、まだ、はい、しかもこれね URL とか載ってるからね。いや、ほんとだ。すぐ YouTube でジャンプできるから、すごい。そうなんです、1月1日ね、やっぱり縁起のいい日から、うん、これを読んでもらって、うん、1月1日1億円、はい、はい、これもうセットで、セットで、ワンワンワンです。そうですね、うん、あれ先生、私の写真集持ってないの。忘れてきた、家に。買ってないですよ。売ってなかったんだよな。売ってない。もう人気で売ってないらしい、はい、人気で売ってない、うん、そんなことない、うん、アマゾンで買えるもん絶対。んアマゾンで買える。アマゾンちょっと電波の都合が悪かったな。僕アマゾンの取引してないです。取引してない。まあちょっと新年からの写真集見ていただいて、うん、はい、お願いします。正月早々どんな話してんねん。すいません、今話しました。
じゃあ今日は、はい、セリーグ編、はい、順位予想、順位予想、はい、ね、うん、もうまず今ね、はい、まだ補強も完成してませんと、うん、ね、外国人もこれから入ってきますと、はい、でも2022年シーズン戦った、うん、あとは現役ドラフト、トレード、はい、FA の入れ替わりありました、うん、この正月時点でね、うん、の順位予想、はい、もう一回シーズン前やるから、ね、はい、とにかく今はね、今年どうなるかっていう、うん、じゃあセリーグ最下位からいこう。ちょっと若干はなんかまだうろうろしてんですよね。いや、それはあれやろ、あのこのチームを何にしたらどんな風当たり強いかを考えてるんでしょ。いや、私風当たりなくないですか、正直。いや、それはあるよ、それはもう全然あるよ。全然厳しいですよ、厳しいね、もう厳しいですか。うん、それはそうだよ、なんでなんやっていう、ちゃんと理由も説明しないと、ふざけんなって、正月早々から気分悪いんだよっていう。今もうみんな酔っ払ってるからね、勢いだってコメント欄に、はい、若まだふざけんなって言ったから、今もう勢い乗ってるから、正月早々、もしくは今もうこうやって神社行ってんじゃん、ですね、うん、はい、神社行っててお賽銭にめっちゃ並んでて、はい、北の天満宮とかで、はい、で、まあ、見てんちゃう、はい、このイヤホンとかでこう、うん、ハッピーニューイヤーってみんな賽銭投げまくるからね、遠くから。よし、じゃあうわー、順位予想って迷いますね。迷わへんよ、即答や、即答決まってんだもん、最下位なんて。え、あのチームって、え、あのチーム、はい、セリーグ、うん、いい、一斉のでで言うから、一斉のでで行きます。いい、うん、僕も言っていいですか、うん、え、じゃあ3人一斉ので、うん、そうそうそう、行きますよ、うん、せーの、中日。おお、中日、広島、広島、広島。おい、できてんのか。いやいやいや、行き合う。先生、私の見た、見てない。広島な、はい、じゃあ俺まず中日ね、はい、説明するわ、うん、現状ね、はい、上がり目が見えへん。いや、こっからキャンプ見に行くから、うん、はい、今これしょ、今もう、はい、名古屋が一瞬沈没したな、はい、今ちょっと今年も勢いあるね、はい、そうですね、うん、今年も勢いあるわ、うんうん、でも現状ね、はい、こっからキャンプ見に行くよ、はい、ね、シャターに行った時は優しくしてください皆さんね、行くよ、はい、行ってまたおおと思ってあげるかもわかんないけども、はい、ね、うん、現状ね、正月ちょっと上がり目見えへんな、はい、そうでも、うん、カープなんでしょ。いや、そうなんです、ね、いや、私は正直今言っちゃうかもあれですけど、うん、中日と迷ったんですよ、うん、どっちにしようか、うん、じゃあなんで、じゃあ中日が5位な、中日が5位です、うん、じゃあなんでそこの違いは、なんか私の中では両チームなんかこうなんかこ上に上がる要素っていうのをあんまり見出せなかったんですけど、いやいや、だからもう丁寧に言いすぎやって、だから上がり目がないんやろ。いや、一緒のこと、こう発言の違いだけでこういう温度差あるんだね、上がり目が見えへんねやろ。うん、今のところ今はまあ広島地域もちょっと揺れたぞ、ドドンって。本当にごめんなさい、なんかね、うん、でも広島もなんとなくその選手のこう行き来ってあんまり今のところ補強とかないじゃないですか、うん、うん、で、中日って結構動かしたじゃないですか、うん、なので、私は立浪監督は結構主力選手も出したりしてます、うんうんうん、それでまた最下位っていうのはないと思うんですよ、うん、どうにかチームを変えていくって私は思うので、うん、どうにかチームを変えて5位になるってこと。そういう言い方やめてくれませんか。なんで、おかしい。でも今のところ、そうだからあんまりこうプラス要素が見えないんですけど、今のところね、キャンプまだ見るからね。そう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 、キャンプオープン戦だし、これからまだ補強もするかもしれないし、わかんないですけど、うん、その2チームのどっちかかなっていうので、ってなった時に広島の方が弱いってことだよね、はい、で、なんとなくそう、広島が6位になると思った。じゃあ先生は広島6位、やっぱり新井監督1年目っていうことで、うん、期待してないってこと。いや、やっぱり若さというか、うん、期待できんってこと。期待というか、まあ、こうやってすぐ何本かなっていう、すぐマイナスの方に持ってくる。本当にやめてほしい。新井さんの同級生で広島の番組出られてたらね。一つ言っていい、一つ言っていい、はい、6位にどこにポジティブ要素があるんだよ。いや、仕方なく仕方…言うときはいいじゃない、上から並べてったら、うん、やっぱ6位になっちゃったっていう。だからポジティブ要素ないでしょ、6位に。逆にだって1位なんとかって言ってネガティブ要素ないやろ、だって。まあまあ、うん、そうですね、うんうん、だからまあ心配とやっぱ中継ぎ部分とか、ただドラフトピッチャー大補強ですよね、うん、このピッチャー陣頑張ってくれると上がると思うんです。でも頑張ってくれないっていう予想なんでしょ、6位は。分かんないですもん。結構、ま
分かんない。分かんない。新人合同自主トレすらまだ行われていない。まあ、1日だからね。今もうね、行く年来る年でジョンの会になってたばっかりだからね。そうです。って考えると、まあ、上田島から6位かな。うん、よし、じゃあ次行こう行こう。じゃあ私ちょっと言っちゃいましたけど、一斉ので言いますか、はい、せーの、巨人。あ、巨人、え、巨人、巨人、巨人、おお、いや一緒っすね、上がり目が見えんな。いや、まあ、さっきはね、はい、高間さんの広島は聞いたけども、はい、あの、やっぱ巨人な、ちょっと、うん、なんかまあ、外国人もほぼほぼみんな切って、はい、ちょっと上がり目が、うん、で、あの長の中地、うん、ね、ちょっとあのベテラン選手、はい、いっぱいになってくるし、うん、その出るだから出るとこないし、やっぱ一番問題なのはやっぱ投手陣やと思うけど、うん、投手陣の改革が、まあ、外国人次第っていうところは、うん、ちょっときついなっていう、まあ、そうですね、うん、外国人取ってはいましたね、もうすでにね。でも去年だってシューメーカーとか、うん、はい、ピッチャー取ってんだよ。取ってましたね、うん、でも誰も誰もだって誰も、はい。だから、いや、きつい、何気にきついんちゃうかと思って、うん、それ他のチームに比べたら、はい、ね、で、だってあの、で、坂本がやっぱり怪我勝ちがちょっと不安なのよ。去年もそうだけど、坂本が元気だったら上がってダメだと落ちるから、うん、1年間出れないと厳しいなっていう。で、しかもその控えがまたちょっと一気に落ちるからね、はい、で、そのね、守備のショートも無理なんちゃうかみたいな声があるから、それに奮起して坂本がどこまで頑張るかだけども、でも野手はね、そんなこと言いながら、まあ岡本も丸もいたりとか、うん、で外国人も補強したりとかしながら、まあそこそこ回ると思うけど、うん、ピッチャーがね、ちょっときつすぎるっていう、うん、だから今年は4位だけど、はい、他のチームの俺の上がり目を考えるとちょっと5位あるんちゃうかと思って。先生ももう同じくです。また全くピッチャーとは高年齢がですね、うん、ピッチャーは今年2022年は、うん、まあ、投げさせなかったんですよね、うん、さ、桑田コーチとかその辺とか監督でうまいことを投げさせない、うん、投げさせないで分散させて初勝利をたくさん踏んだんですよね、うん、でそうなって2年目でパッとこうフルで活躍できるかって考えた時に怪我するんじゃないかなと思っちゃうぐらい、だから赤星、山崎伊織、堀田、はい、ここら辺がめっちゃ頑張んないと、うん、でドラフトは上位が外野手だから、はい、浅野とかね、そうですね、ほとんど外野手ですね、うん、新人がいけないぐーってくることは多分戦力上そんなないと思うから、うん、この3枚が絶対頑張んなきゃいけないのと、うん、あとリリーフが大勢につなげるまでがちょっと不安すぎるっていう、だからここがね、キャンプオープン戦見てどこまで改善されるかによって変わるけど、今のところは5位やな、うん、そうそう、中日はなんでやっぱり立浪さんはやっぱダメな、なんでこうやってマイナスに言うんですか。いや、5位にポジティブ要素ある。え、でもあの私の中ではまだまだこれから補強とかいろいろどういうチームにしていくかっていうのは出していくと思うんですけど、うん、結構大胆な移動を選手させました。それで最下位ってなったら、ほら見ろってやっぱ絶対ファンの皆さん言っちゃうじゃないですか、うん、え、阿部選手出したの、うん、とか、うんうんうん、なので最下位にはもう何としてでも絶対にならないって私は、で頑張るぞっつって、で5位今んとこね。今んとこね。今んとこ、これまでね、慌てんなって話だから、ね、そうそうそう、だから最下位にはしなかったって話なんですよ。そうそう、はい、次4位、はい、4位いくよ、せーの、DeNA。 え、どこ、巨人です、巨人、はい、俺は DeNA、 中日、はい、じゃあ俺 DeNA ね、はい、まあね、まあ、オースティンまあ間に合わないっていうところと、うん、まあ、去年は全部がうまく回ったから、うん、投手陣も特にね、はい、だからそこが怪我なくまたパチッとはまるのかっていうね、うん、あと山崎康明が残留したのもやっぱ大きいね、うん、大きいです、うん、でも他の3チームに比べると、うん、いや4位に落ちちゃうんちゃうかって俺は個人的に思ってるんだ、 DeNA さんは、はい、私はジャイアンツが4位、うん、でも佐藤さんも言ってたようにやっぱり投手陣がなかなかこう、うん、今先発が菅野投手と戸郷投手しかいなかったりとか、うんうんうん、でも多分高橋優希投手とか、うん、今年経験を積んだ若いピッチャーたちがちょっと去年よりはいい活躍をしてくれるって私は思ってるので、うんうん、そういったところと、あと新しい外国人ピッチャーとかも含めたら、うん、去年よりはうまく回るんじゃないかなって私は思ってるんですよ、うんうんうん、っていうところで4位です。去年よりうまく回るけども、はい、順位は同じなんだ。あ、そうです。それはうまく回ってるって言えるのかな。あと高橋優希は支配下になんなきゃいけないよ。そうですね、ね、うん、だからなんか言葉がポジティブなのに順位が変わらないっていう、これなんかマジック、イリュージョンにかかってるような、なんか
だから3位とかだったら分かるけど、うまく回って4位、え、一緒じゃんみたいな。え、だからあの下の4、5、6よりは上、うん、でもそれよりもうまく回って、うまく回っても4位なんでしょ。だから3位に行けるとのかもしれないけどでももう3チームの方が私は上に行くと思っちゃうから、仕方なく4位、うんうんうん、では先生は。僕ドラゴンズです、うん、でその皆さん言われてます、こう、あれでしょ、主力が、あれでしょ、やっぱ片岡さんとチームやからやっぱ忖度してるんでしょ。忖度じゃないです、片岡さんを見てるから。1年間ドラゴンズを見てきた、見てきて1年間見てきて、忖度しても4位にしてる。いやだからあのギリギリの忖度よギリギリだ、ミニクラスでもギリギリの4位で忖度じゃないでしょ。僕も優秀やと思ってたんですけど、うん、4位な。で、そうなんです。で、土田くんがまず二遊間ショートに絶対出てくると思うんですよね、うんうん、もう出てきてるよ。出てきても今年ですね、フルで活躍すると思うんで、はい、まあいいじゃないですか、うんうん、でセカンドに僕はでもルーキーが来るんじゃないかと思うんですよ、うん、でこれはやっぱり白馬さんの後輩である村松くんが、うん、まあ、1年間も頑張る、うん、まあ巻みたいな感じで大学卒業して頑張る、うんうん、で今年外国人補強もしっかりされてて、うん、あのなんといっても中地くん、うん、中地玲也投手、はい、1位のこのピッチャーが入ることと、うん、高橋宏斗投手が多分最多勝ってことですよ、うん、それを考えると、うん、4位です。へえ、はい、やっぱ俺の里崎チャンネルの中日ドラゴンズの、うん、やっぱこう来年の課題とか見てへんのかないや打ったら勝てるって言ってるのに、あの高橋宏斗を耐えた状って、うん、いや今年も取れたけど打ってくれないからあの成績なんでしょ。これが打つ野球というか得点との野球に変わるんですよ。どういう機動力です。誰走る、ルーキーたちが走るんですよ。だから足速い子たちがいっぱいいるんですよ。でも出塁しなきゃ走れないよ。そこは見といてください。そこは見とくのね、はい、見とくね、ちゃんとね。そうですね、打の課題をどう乗り越えるか、どうの課題だね。投手陣はもうね、そうですね、うまくまとまっていいからね。そう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 、うんうん、じゃあ続いて A クラス3位です、はい、せーの、広島、横浜、DNA、広島、阪神。おー、俺広島。広島はやっぱ今年も最、はい、うん、あの B クラスになるようなチームじゃないね、はい、で交流戦さえうまく5割でまとめてたら、うん、あの5割だからね、シーズン。この交流戦の借金だけがチームの借金になってるから、うんうん、交流戦をうまく立ち回れれば、うん、あとさすがに大瀬良栗、うん、この2人が去年みたいなあんな成績に2年連続になることないと思うんだよ、うん、で床田も怪我しなかったら10勝確実だし、うん、でさっきね先生言ったように、うん、新人のピッチャーも入ってきてるし、うん、あのリリーフを栗林にどうつなげるかっていうところで矢崎もね、うん、めちゃくちゃ今年は良かったしね、はい、で打つのも坂倉がキャッチャーになってサード外国人来て、うん、いやこれはもう何 A クラスでしょ。おお、確実に、はい、今のところ、うん、でも3位じゃないですか。十分やる、逆に逆に3位だって最下位やろ。最下位、多くの人が B クラスやって思ってるところを3位にしてるだけで十分やろ、はい、逆に今もうあれやで、広島マツダシアスタジアム、はい、花火上がってる、はい、よっしゃ A クラス予想や。 A クラス予想だってだ、そうですね、だって B クラスだったからね、うん、そうそう、だって最下位やろ、はい、広島最下位やと思ってるチーム俺が3位やって言ってるのに今んとこね、食い刺すでそれ。そう、今のところじゃあ袴田さん横浜。私横浜です。やっぱ今年優勝狙うって言ってたよ。そう、私やっぱあのもうあの前回で去年、うん、今年か、去年になるのか、うんうん、去年のこの急上昇のあのハマり具合がやっぱすごく良くて、うんうん、でもまあちょっと心配ポイントとしては、うん、私は優勝も狙えると思うんですけど、心配ポイントは峰井選手とかキャッチャーがちょっと出てしまうというところで、うん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 、ピッチャー陣 そのバッテリーのバランスは崩れないのかなっていう心配点は、まあ戸柱とか伊藤じゃダメやってことで、いやいやそんなことないですそういうことじゃない。でも佐藤さん あのデータあったじゃないですか、ミネイ選手がそのクオリティスタート率、うんうん、一番高かったわけですよ、うんうん、よく見てる、はい、ね、そういうとこよ先生。そうそのミネイ選手がこう出てしまうってことによって、うんうんうん、まあ、もちろん戸柱選手、伊藤光選手も頑張ると思うけれども、うんうんうん、どうなるかなっていうところ、うんうん、でもあとあのまあ、外国人次第っていうところもやっぱりあると思う、うん、外選手、オースティン選手とかでも残留はすると思うので、うん、そこでどうハマるか、でも私は上に行くチームだなと思ってます、うん、山崎矢崎投手も残ったし、うん、あの涙の、うん、あの会見で私は優勝を狙ってくると思ったけど、3位。何笑ってる涙のちょっと笑ってるけど何今おかしいとこだった感動できたとこちゃん今私もすごい優勝予想してるような口ぶりに言っちゃったから優勝のチームだって思うけど、でも3位なんでしょ、今のとこ3位、うん、先生は
じゃあ、阪神です。阪神、はい、あら、阪神3位、3位です、うん、もう厳しく言わせてもらいます。ダメなん、はい、ダメです、このままじゃ、うん、何がダメ、阪神、結局よピッチャーはめちゃくちゃいいんですけど、打、うん、の結局課題で、うん、佐藤輝、大山ってね、うん、いうところに課題が多分出てくると思うんですよ、うん、で佐藤輝明選手が体力がないんですよ、うん、やっぱりこれが一番の課題 で、うん、で秋のギャップもちょっと練習じゃないと痛いです、怪我してしまうんですよね、うん、って考えると1年間やっぱりムラがあるんじゃないかっていうところと、うん、やっぱり岡田監督に就任して皆さんいいって言われると思うんですけど、うん、今の阪神の現代っ子が、うん、岡田さんのあのイズムに乗れるんかなっていうちょっと心配なんですよね、うん、あれ目指してんのかな、あれあれですよね、うん、ほらほら、はい、ほら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 、そうやな、なんかそれには1年かかると思うんですよ、うん、そのイズムが浸透するまで、うんうんうん、って考えるとちょっと厳しいんじゃないですか、はい、やっぱり外国人がいないんで、もう帰られへんで関西、そんなこと言ってお前ね、うん、はい、うん、と思って僕は3位になります、はい、お、じゃあ次、じゃあもう次2位よりじゃあ1位いこう、1位いきますか、さっき1位、はい、優勝ね、はい、優勝予想、はい、せーの、ヤクルト、おら、もう全員違う、阪神、ヤクルト、DeNA、はい、で、じゃあ俺はヤクルトで、2位が、阪神、はい、で、広島、DeNA、巨人、中日、うん、赤間さんは阪神、阪神、ヤクルト、横、DeNA、巨人、中日、広島です。で、先生が DeNA、ヤクルト、阪神、中日、巨人、広島、おー、 DeNA 優勝、はい、俺はヤクルトはちょっと隙がない、はい、うん、正直誰も抜けてないし、まあ、マグガフがね、うん、抜けたっていうところはあるけども、はい、多分俺石山さまた守護神来るんちゃうかと思ってんね、うん、そしたらそんなに不都合なく、はい、そのポジション的にもね、もともと石山やってたからね、うん、いけるんちゃうかっていう思いと、打線も好きないじゃんね、うん、もう別に誰も好きだしみたいな、うん、吉村も入って新人王でしょ、はい、ようね、はい、だからあれだよ、今年の新人を予想の時に、はい、吉村って言ったらまあビビるで、俺こんなに言ってんのからいや私もすごい期待してますよ、吉村君、はい、じらった時に、うん、まあね、去年も2桁勝利いなかったけども、はい、いや今年はもう高橋奎二が初の2桁になるから、はい、まあ、あいつも何かあったらすぐなんか怪我したりするからさ、はい、普通にやっときゃできんだから、うん、もうそれも厳しく言っといたから、はい、去年、はい、こうした方がいいっていうね、はい、練習方法とかもね、うん、もう厳しく言っといたから、はい、それやっとけば1年間持つから、うん、だからもう好きなしやな、はい、そうですね、3連覇、うん、怪我とかなければ、うん、もう楽勝やと思うけど、はい、阪神、阪神あんだけダメやっちってんのに、はい、いや私は阪神とヤクルトどっちにしようかなって悩んで、うん、でもヤクルトっていうようにやっぱりマイナスポイントが全然見つからないんですよ、うんうんうん、でも3連覇って結構大変ですよ。そうだね、はい、誰が怪我するかわからないし、うんうんうん、こうどうなってくるかって、うん、まあ、いきなり奥川投手が、ね、いなくなったりしても、うん、それでも優勝した自力ってでありますけど、うんうんうん、村上選手もすごいし、うんうん、村上選手が同じような活躍をするとはわからないし、うん、どうなるかわからないので3連覇って意外と難しいことだと思うんですよ。いや、ここだよ、阪神が食ってきて、じゃあ阪神優勝のキーマン誰ですか、こいつが頑張るんちゃうかっていう、誰だろうな、阪神、でも阪神は戦力が私は今すごいまとまってきてると思うんですよ、うん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 、ピッチャー陣もいいし、うん、で去年私は新人王に挙げた桐敷投手とかも、うんうん、なかなかね、あの2軍ではめちゃくちゃいいって言って、ね、うん、そういうところも上がってきて、うん、なんか去年はやっぱスタートダッシュが良くなかったんですよ、うんうん、あれがなければもっと上行ってたんですよ、うんうんうん、だ今年はスタートから青柳投手もスタートからいて、うんうん、西投手も残留したし、うんうん、そうなってくると私は結構いいとこ行くと思うので、うんうん、キーマン誰だろうな、うん、今年はでも青柳投手が最多勝、うん、取ってるし、もうそうですね、今年も今年も確かにそうですね、今年も西投手も続くぐらい行く、うんうん、であと、サトテル大爆発、うん、体力ないっちってたよ、いや、わかんないじゃん、だってプロに慣れてきて3年目かな、次もっとガッといくよ、あの、2年目とかで落ちてないから、私はサトテルはこういくと思ってます、だから、もうでも DeNA らしい、優勝、え、なぜですか、はい、これちょっと、あの、正直ヤクルトも強いですよ、はい、めちゃくちゃ、うん、でも、結局村上選手をどう抑えるかに限りになってくると思うんですけど、うんうん、2年連続で
っぱりピッチャー監督じゃないですか、三浦さん、で村上にそんな人打たれたらあかんやろと思うんですよ。でももう打たれてるやん。これ1でも抑えに来ると思うんですよ。で、一昨年も打たれてるやん。はい、だずっと打たれてるんですよ、もうそろそろ打たれんようにしてなあかんのかちゃうかなっていう期待です。で、村上選手を抑えてほしいっていうところで、まあ、打力のバランス見ると DeNA もやっぱ強いので、ワンチャン前半戦でバーッと DeNA が勢いつければあるんじゃないかなと。大きいは村上を抑えるだけ。オスナ、サンタナいる？大丈夫です。大丈夫、村上の選手だけです。で、俺は2位が阪神、まあ、阪神は多分いい線来ると思うんだけども、やっぱヤクルトに比べると、まあ、もう一つ格がないっていうね、ところで、だからまあ新しい外国人とかね、取ると思うけども、もう一つ格がないところがやっぱりね、でもそれでも強いと思う。いや本当、去年 の防御率見ると本当に投手陣ってバッチリハマってくると思うの で、でこれ岡田さんのまたチームっていうのが面白いですよね。だ阪神が優勝できる理由知ってる？阪神が優勝できる理由、これをしたら優勝できるっていうポイントですか、があるんですか、わかんないです。佐々木チャンネルやってんのに、何ですか、阪神の今年の反省と来年の課題見てへんの？もう動画出てます？出てますけど。でも私ここで喋ってますもん。嘘やん、明確な理由あるって言って。明確な理由何だったっけな。 もちろんダの方だと思うんですよ、嘘やん、何だっけな。先生覚えてる？はい、森下君の活躍です。そんなこと言ってませんけど。ありがとうございます。分かるわ、確認してると思います。ほら、待って待って、分からへんの。ちょっと待って、そんな編集とかじゃなくて喋ってんじゃん。喋ったな。しかも最近やん。3カ所、得点力やね。3カ所もありました。エラーね、エラーを減らさないといけない。エラー減らさないから。あとそれはプラスアルファだから。そうですね。外国人の、まあそれは一つだね。一つありますね。3つあるから。3つ？これをできたら優勝できるってね。はい。嘘やろ、嘘やろ。真剣にやってんの。二塁打を増やせ。あれ？正解。ああ、そんなこと言ってたな。そうだ、二塁打がない。そうだ、単打が多いからっていう感じか。あと盗塁、あれでしたっけ？盗塁成功率が低いんでしたっけ？あれ？それ違うチームかな？って言ったの。なんかそんな言ってなかったっけ？1、2枚だと思うよ。あれ？長打率っすよ。長打率か。だからやっぱこうツーベースが少ないから、もっとツーベースを増やして、なんとか単打が多くて単打で盗塁してっていうところあるけども、成功率も7割台だからもっと上げなきゃいけないし、ツーベースを増やしていこうっていう、もっと真剣に取り組んで。佐々木チャンネル、そういえば言ってたな。森下ってことです、合ってるっすね。あの新人の森下の打てばいいよっていう話。言ってへんかったよ。まあでも外国人がこうどう活躍してくれるか、でもまあチャンスあるね。いや、あるある。2位がヤクルト。はい、まあヤクルトはね、強い。浅間さんは2位はヤクルト。2位がヤクルトです。はい、でもヤクルトか阪神か、どっちかっていうので私は前。そうじゃん、ヤクルト DNA やん。この3つはもうね、争って。じゃあ A クラスが DNA、阪神、ヤクルトで、DNA、阪神、ヤクルト。はい、あれ違う、あ、そうだ。で、俺はヤクルト、阪神、カープ。あー、3連覇です。じゃあもう2年連続 A クラスは一緒ってことだ。一緒です。あ、そうか、一緒だ。一緒なんです。いや、俺はカープが台風の目になるような気がするんだよね。僕もカープかな。なんでやねん、もう最近言ってんの。なんでやねん、色盛りのように。でもこれまたね、キャンプとかオープン戦見て、また開幕前日に最後のね、去年もね、この正月が DeNA ね、優勝予想してたけども、 DeNA を4位にしたとかね、あるしね。巨人、俺だから正月巨人4位予想してて、2位にしてるから、俺当たってたじゃん。あ、本当だ。俺だから、あ、俺正月のままだったら1位2位が違うだけだったね。あ、本当だ、そうですね、去年。やばかったね、俺な。袴田さんも巨人の4位当ててたよ、正月だったら。本当だ、そうですね。で、広島、巨人もだから A クラスと B クラスを去年も箱バス当ててたね。本当だ。まあでもね、これが、はい、正月のね、セ・リーグ予想ですけど、はい、皆さんの予想もね、そうですね、ぜひコメント欄に書いてもらってですね、今年も1年間ね、プロ野球楽しんでいきたいですね。はい、ということで皆さん、ハッピーニューイヤー。